どうもタブヤンです。今回はたまにやるなら最新ゲーム体験版ガンマンストーリー体験版をプレイしてみたいと思います。こちらね、Nintendo 3DS でダウンロードできるソフトになっております。まあ、製品版もね200円なのでお買い得かもしれませんよ。早速やってみましょう。キャラクターが体験版なのでガンマンクライブかなしか選べませんね。難易度イージー、ノーマル、ハード。まあイージーでいきましょうかね。いやノーマルでいこう。ハードはちょっとね怖いからね。ヘルプということでやっていきましょう。B ボタンでジャンプ、 Y ボタンで弾が打てるみたいですね。 OK、 左の棒がライフかな、ライフ製なのかな。おっとジャンプ。この鳥は敵なのかどうなんだ。さあ開いた。背中を打つとは卑怯なり。さあステージが、なるほどステージ1なんだね。ポーズ、ちょっと画面、上画面だけでやろうか。さあこの方が画面大きくていいかな。いくぞ。西部劇のガンマン的なね。アイテムゲット。おお、3方向に攻撃。時間制限があるんだねこれね。急がないと。開いたー、やめてくれ。結構ジャンプ力あるね。あ、ダメージ受けるとせっかく3方向だったのがパワーダウンしてしまったぞ。おっと動物も出てくるのか。ジャンプ、穴に落ちないように。このハートはなんだ、取れないのか。おっとしゃがんで、鳥は倒していいのか未だに分かってません。ステージクリア。86秒。タイムを競ってるのかな。時間制限というよりもタイムで争ってる感じなのかな。だって0秒から始まってるもんね。やばい、鳥が爆弾を落とすというね。なんて恐ろしい。おお、マジか。ジャンプ。あ、誘導弾になってるねこれ。これはいいね。勝手に敵に、よっと敵に向かっていく銃だねこれ。やばい、よっちょ、よし突破した。なんだ、爆弾投げてくるのか。やばい、どうすればいいのこれ。あ、こっちか。 OK。何あのギロチンは怖い、ギロチン怖い。よし、ギロチン怖いよ、ギロチン怖い。よし、オッケー、ステージクリア。67秒。どうなのかは分からん。武器ゲット。あ、ボス、あーやられた。あー、おお、打ってくるタイミングでジャンプ。ああ、かわせない。あ、武器落としたぞ。うわあ、やられたー。ステージの一番最終のところか。どっから、あ、ボス戦から。よし、しゃがめばかわせ。ああ、やめて。うわあ、しゃがんで打ったらいいんじゃ、かわせるんじゃない。あー、かわせない。おら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 、よし、アイテムゲット。わあ、落とされた。よけろ、連打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 、ジャンプでかわせる。あー、無理だー。くー、これ残機とかないのかな、無限にできるのかな。
ジャンプ。おお、いいね。ああ、ダメだ。撃ち抜かれた。あの、敵の弾をかわすタイミングだね。タイミングを体で覚えないと。ああ、これは無理じゃん。ジャンプ。ああ、ジャンプ。ジャンプ。ジャンプ。ああ、遅かった。ジャンプ。ああ、ふう、体で覚えるか。体験版なのに難しい。ギリギリ。ジャンプ。ああ、よし、かわして。オッケー。ジャンプ早かった。ジャンプまた早かった。ピッコロ大魔王の魔漢交差法を思い出すな。お、ジャンプしてたらこいつもジャンプしてくる。お、チャンス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 。よし、倒したか。ステージクリア、長かった。製品版ではさらにたくさんのステージが、ということで体験版クリアできました。ボス強かったね。他にもいろんなボスがいるんでしょうね。ということで、ガンマンストーリーでした。興味があればね、200円でダウンロードできるので試してみてください。それではまた次の最新ゲームで、たまにやるなら最新ゲームでお会いしましょう。週1回ぐらいね、プレイしますからね。お楽しみに。いや、気分転換になって、やっぱりゲームっていいもんですね。それではまた、さよなら。